始まりましたミルクサッカーアカデミー通信棒シリーズでございますさあ先生今日は FC 琉球ですよろしくお願いいたします井上真と申しますノーミルク佐藤ですさあ今日もプロサッカーデータンの佐藤先生に伺ってまいりますということで全チーム展開中ですねはい2019シーズンをね振り返って各種データではい、えー、来期につなげていこうじゃないかとそんな情報コンテンツでございますということでど、はい、ーン いただきましたこちらでございます目次ピックアップでございますどんなシーズンでしたっけまずは2019年の始まりから考えるとパクイルギュがねまあ開幕前でしたけどこれはオープンのところでマリノス行きましてでパクだけかなって思ったらあんたもかいって今度ねシーズン始まったとで今度は中川香崎選手がやはりマリノスに行きましてで結果この二人は なんと J3 制したあと J1 で優勝するっていうことになりました、そしてそれだけだったらまだ良かったなと思っていたら、この夏ですよ、鈴木浩二選手がスレス大阪に行きまして、何人 J1 を輩出するんだっていうことがありましたね。ははい、はい ただ、うん、その中川和樹選手なんかそうでしたけど J2、うん、開幕時やっぱりこの琉球躍進を、ねね、遂げておりました、ええええ、思い返していただきたの、はいのは3試合終わった段階で中川選手に関しては4アシストなんですよ。うん、誰ででも取るよだそれ考えたら すぐ持って持って行きましたねマイナスが。はい、そうなんですよ。うん、で夏までの間で15点ぐらい取った鈴木選手が、つまりだってそれはそうですよね。うん、だってシーズン半分で15点取ったってことは、うん、ちょっとペースを落ちたにしても30点ぐらい取れそうなんだもん。うんはい、これもそれ欲しいよ誰でも。はい。 そっってしまたのがそ3ポジションのある意味ではポジティブな不足っていうそんなことが起こってしまいました。ど全然どうなるんだっていう空気も一瞬はありましたからね。で3つ目、夏場の苦しみは FC 琉球が経験した成長2生かせ2020ということでん。琉球だからその2018シーズンの勢いそのままに2019やってきて勝ち星も積み上げられたけどやっぱりその状態で開幕から飛ばすと。 あのそのより上が持っていくっていうことも知ったしあとは夏場で一回失速とかっていうこともやりましたけどうん、うん、夏場から他のやっぱりうまくいったチーム結局は昇格プレーオフ以上の成績を収めたチームは、はいうん、やっぱり夏場以降でぐんとさらにこうギアを上げてきたことになるので、えーるね、雪としてもそこができるようになったら、はい、よもっと上にいけるのかなっていうところですね。うん、明確なのは ディフェンスなんですよね、はいえー、今ですというか2018シ2019シーズンは80失点なので1試合当たり2点取られたわけです平均化してみてもなんでもともとのオフェンシブなチームなので、うんうん、ざっくり言っちゃえばこの80失点を半分になったら昇格だと思います、うん、ああそっか言っちゃえばだから目標はそこま,そこまでいくことですよねで5つ目 データにも現れた J3 時の別格さと J2 でも戦えた今ね1年目からだってね序盤これ優勝したんじゃないのぐらいのねねこれまた7分半後くらいに出てくると思うのでくださいね6個目終盤戦に現れたニューヒーロー上地を誘って「さて2025」ということですだからおい中川いなくなって鈴木美奈子さんどうすんだうちはと言ってたらいや僕がいますと。 キャンプから校長だってこともずっと言われてましたけどその、はい、上条選手がみんなこの漢字を上条って読めますからこれ、ねね、今もね、うん、ただ岡山に行ったとそうなんですよね。うん なんで最後、夏場までは一旦対んしのぎ、はい、7月から本当の戦いが始まるという流れしかも今年に関してはだから東京オリンピック明けたら本当の戦いと考えるのが分かりやすい形になってくるのでそのところも2019年の流れを組んでいけるかというところになります。はは、うん、はい、はい、はいはい、ででこちら、えー、いい表彰で MVP は上選手でございますそそもそも シーズン1年間いたっていうところの選手がちょっと少ないのがあるので途中でアウトと、うん、途中から入ってきた選手も結構いるのでそれで考えると、はい、う38試合、準得点、はい、素晴らしいですね。うん、で関東省が上里選手、はいえー、琉球のプレイヤーとして、うん も J2 スタメンを経験したのが彼になるんですよね。42試合中40試合をから経験したという形になりました。厚労省はこちですね鈴木中川そして岡山に行きました松谷選手琉球の経験値を見せた1年間になるうかなと。でミラー化は風間浩輝選手後半戦は兄弟込みをもねしてくれましたけどね意識してきてくれたので。 はい、得点王が鈴木選手アシスト王が富所選手でございました、うん、で右下は分かりやすいですが DCA、DFD、まあ、となっている通り、はい、攻期のところはある程度なんですが、まあ、自ゴール前自分たちのペナルティーエリアあたりになってくるとちょっと弱さが出てしまったといい、ねうん、そこが改善されたら話は変わってくる感じかなと思いますででは続いてです。はい 中盤戦の番手表がこちらとなりますまあ右下と比べるとねどんだけ変わったのかっていうのがそうですねわかりますねメンバねもちろんいなくなっちゃいましたからねそうですねそしてこれも思わなかったですね開幕の時点で小野真二が来るって誰が思ってたかっていうそうかそうでしたねそれもありますからまあユニホームも似合うんだよねもね似合いますねこの間あのちょっとツイッター見てたらですねあの ちょっとくすっと笑ってしまったんですけど、うん、札幌対琉球の,あのプレーシーズンマッチが、はい、あったらしいんですよ。とあるあの新聞記者さんなんですけど手元でその手元の得点集計と、えー、あのスコアボードのが一致してないと俺<え>おかしいなと思ったらあの小野真二を札幌の得点と勘違いしてつけちゃってたらしくて。<laughs> なるほどね、そうそう。いろんな混乱が。そう。小野信二ダービーだったわけでそうね。そう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 。いだ縁みたいな。そうなんですよ。そうなるほどなんて感じになってましたけど。いいですね。このボこのボノとしたはいってことでございました。なるほど。で続いて台所年齢分布です。はいこちらです。ドンでまはい。まあ本当にいろんな選手いますけどね。結構これが2020になってくるとさらかなり 変わりますというのもあの結構満了って書いてる選手も多いと思いますが、はいうん、結構若手組がすっと不在となります来年はあとはただその代わりあの上条選手だったりとかあとは徳本選手が岡山行ったりだとかの関係で、うん、ちょっとはお金あったのかななんてねあまあこれだけ排出すればねうん,うんそうなんですよそしてあとはちょっといい感じの大卒のメンバーとかも入ってきてくれるので、はい、琉球人数ちょっと少なくなるかもですけどはーはー あの結構ブラッシュアップされた感じで2020やってことになるのかなと思います。じゃ続いて強化ブフローです、はい。こちらです。ドこんなインアウトがありましたということですね。まあ右側もすごいんですけど、うん、左側もすごいですね。うん、はい。波紋、尾の風間、ね、鳥海山だとすごいことが起こってますね。うん しかも、このうち結局、ハモンは鳥取り行ったりだとか、山田はレンタルバックでセレッソ戻って、ただその代わり、仙台ことになるので、琉球で培った内容を、今度は J1 にある意味では、彼はね、見せる場がやってくるかなと思うので、琉球、いつも体現してほしいなというところでございます。では続いて、成績数、見ていきましょう。こちらで こちら2019年の1年間のデータであるんですが、2>, 2月3月よ、すごいですね。<laughs> 序盤独試合で勝ち点14。うん 稼ぎ出してますからね平均回して2.33ってすごいですねこれだって1年間続けてたら優勝です優勝もんね、うん、優勝っ、ね、ていうかあのこれに匹敵できるのって、ええ、リバプールとかになっちゃうんでリバプール,、うんね、リプールパリ・サンジェルマン FC 琉球みたいな感じになっちゃうので,、ええ、でしかも j s から上がってきたチームがそうですねこれはどんな要因があったんですかやっぱりまあだから研究されてなかったってこともそうですしやっぱり勢いそのままにいってのも 勝勝者のメンタリティというち癖そですねただ、ある程度ばれてきてというかスカウティングされてきて選手たちがだんだん抜けてきてという6月、7月、8月のこの3か月の失点を見てみるとここだけで42失点3か月で40失点を超えてしまったのでほぼここ3か月間だけの平均失点は3なんですよ。 1>, 1試合平均ですよ試合3点取られたらそれはさすがに勝つってのはちょっと難しいことだったかなとま。なね、守備陣だけっていうことで攻撃陣が抜かれてしまったから自分の全体のキャンプからできたバランスがみたいなこともあるんでしょうし、ねね、<局>抜くならオフに抜いてくれ <laughs> って思ったんですかね。ただねあれこの頃はでも通用するぞあ 欲しいってなったんですけね、あったんですよ。でもね、琉球すごいのが、まずそんな8月まで一回こうみんな抜かれたら、普通9月10月11月ってもっとやばくなりませんか見てください。9、10、11は盛り返したんです。平均1.5叩き出してたっていうところになってくるので、これはすごいですそうね。 はいなんで、うん、このあと流れというかを、をまたこの2020シーズンまで、えー、そのままねやっててくれれば、うん、ある程度守備が改善されてっていう形になってくるのかなと、ここからだから、よりプラ,スプラス2年間計画ぐらいで、2022、2023、このあたりが昇格大手のシーズンになってくるのかなとは思いますね,、うんうん、ねなるほどはい、うんはい、では続いて、3年目、はい、レーダジャートとういうで<ん>ましたらららららららあ まあこれは J3、J3、J2 ってことか。そうですね。はい、うん。今度の2000そうですね。で赤の2018で黄色の2019、うんはい、白は平均偏差値。はい。で2017、18は J3 だったんで全体大きく出てますが。無双してますね。無双ですね。えー、もうだって攻撃表ね攻撃の数値で言うんであればもうヘズ80近く、うん。そうかすごい。 っってらっしゃでも元から琉球 J3 でもギリギリのこの平均ラインなんですよね、うん、ディフェンスに関してはだからもう基本はもう攻撃でもうさ、うん、もういいよと完封を目指すチームじゃないとな、ね、あそっか取られても取り返せ、うん、そう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 いうチームだとそれをそのまま J2 で体現したと。 なるほどね、じゃあ、攻撃陣抜かれちゃうと取られてるし取り返せないってなっちゃうのかなでこれはしょうがないスタイルとして俺らは攻撃でいくっていうふうに標榜してるわけだから、うん、ディフェンスもちょっと上げようよって思うかもしれないけど、うん、琉球はそこじゃなくてまずあのこの J2 勝ち抜いていくためにも、はい、俺らは攻撃で違う店でせいくんだってことをまず琉球のサッカーを J2 でも貫いたわけです、ねうん、そうですすねねそうん、これは来季以降でも追及していくことになると思うので。は、ね、はいはい、はい まあまただから魅惑的なサッカーを我々はあの見ることができるんじゃないかと思う。流鏑馬のサッカーがなんかでも魅力的に見えなんかちょっとこれでね見えてきました。そうですね。ユニフォームの格好さも入りますけど、やっぱりこうやってこの攻撃する姿勢をまあ意図はないそして休まないっていうところが我々のハートをこう打ってくれるんでしょうね。はい。ということでじゃあ最後年能力でございます。はいこちらドーン出ました。うん。 まあね、ここでここにね、やっぱり中川だったり、パク・イルグだったり、鈴木工史も見たかったところではね、ありますけどね、やっぱりこの中で分かりやすいのは、上条選手ですかね、ワイドストライカーというポジションですね、爆発力、中距離もありながら、2列目トップ下側からもできるし、ワイドのところなんで、サイドにいた方がまあ面白いんじゃないかとも思いますけど、おそらく岡山行ったら、4、4人の左を務めることになると思うので、まあ、仲間はやいと。 の二世みたいな感じになっていくのかな、なんてのもちょっと考えうるところです。で、そんな二千二十、まあ、上条いなくなって、じゃあ、そんな上条の説明されてもさ、なんて思われるかもしれませんが。うんうん、これはね、いるんですよ、すでに。うん、ネクスト、じゃあ上、上条。ネクスト上条。うん。うん 河井選手ですね、中盤そ,そうなんですよ。よ、はい、もう本当に2019の終盤でも大活躍してましたが、河井、うん、選手僕2020の結構トップクラスの選手の可能性を、そう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 。<ー>だから夏までに結果残しちゃったらそうなるってもおかしくないのかなと。うんまあ、期待しちゃう。ですね。うん、逆に夏まで結果残してなくてもあ はいはいはいと。うん、このまま琉球でやってくれるために君はあえてちょっと今力をセーブしているのねぐらいな感じで思っててもいいのかなと。 思いますということでございました。ということでね、通信もシリーズ琉球編を行っていただきました。ありがとうございました。ということで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。新シーズンに向けたね戦力分析なんかも全チームやっていただける予定になっております。ということでございます。我々、毎朝ね、いろんなことをコーナーをおりますで出していってますんでね、ぜひチャンネル登録お願いします。ライブ配信は月曜日の9時からやってます。そして、いろいろね、劇場でのライブなんかもやってますので、ありがとうックいウす。 よろしくお願いしますね <laughs> ジャケラはいということでございました皆さんもまた聞いてください井上真和でしたノーミルク佐藤でしたそれは皆さんもいってらっしゃいありがとうございました